さをねずっと持ってますよね。うん、おさあ裏に抜け出していったパトリック、宇佐美が今中に入っていく、パトリックが中に入ってきた、シュートだ、決まった、ガンバ大阪先制、パトリック前半の32分、ボールを奪ってからのあの攻め、速さ見事。この点の前で初めてのボールを奪いました。裏に抜け出すこのスピード、ここが速いですね。上垣選手もここ行くしかないですからね、ここで。そして狭い方を打ってきました。こぼれてきて梅崎のキレのいい、あーシュートだー、浦和レッズ追いつきました、コオロキ、コオロキのシュートを前に、さすがはエースコオロキ、両チームのエースが点を取り合いました。その場に入ったかなっていうシュートシーンありましたけどね、左のポストに当たりました。これ梅崎のね、このキュッというドリブルで一発じゃないですか。これによってディフェンスラインがこうやっぱ上がれないので、今リーのフリーになるところもしましたし、ただこれリーがねこれ潰れたっていうのも一つね、そうですね、こうやって下に帰ってね、難しいですけどよく押し回しましたね。コオロギ今度は来てるわ、正確エンド。そして今マッチアップ見てみますと、やはりパトリックにはマキノですね。そうですね、一番強いパトリックにはマキノがついています。今度には阿部、こういう時今度ってついてないと危ないんですよね。上がってきた、パトリックシュート、勝ち越し、パトリックガンバ大阪勝ち越しました。いやーマーク外れましたよ、サインプレーで。後半の8分、パトリック共通ゴール、マキノがしっかりついていたはずだったんですが、あ回り込んでマークを離してね、あとね今野選手のところと使ってるんですよね。なるほど、今野もブロックしてるんですよ。これ西川もねちょっとディフェンダーに当たるかなっていう感じもしてたと思いますけど、完全にフリーになっていました。遠藤選手も本当にいいところのボールね。ラスだ。股間を抜けていきました。当たってるんですよね。なるほど。今度もブロックしてるんですよ。これ西川もね、ちょっとディフェンダーに当たるかなっていう感じもしてたと思いますけど。完全にフリーになっていました。ここを見抜いてね、遠藤選手も本当にいいところのボールね。ラスだ。股間を抜けていきました。